すっげえ。やばいな、ゲームなのに緊張するな。なんだこれ。あれだ、水、あの川の流れで勝手に移動しちゃう、これ。グラフィックやば。すっごいな、これ。皆さん、これゲームですよ、ゲーム。え、実写じゃん。水の反射。あ、鳥さん。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。というわけで、今日は、コールオブデューティーモダンオフェア2のキャンペーンモードをプレイしていきたいと思います。本作は28日に、リリースなんですけども、予約者限定で先行プレイが、キャンペーンモードなんだけどね、解禁されてます。そちらをやっていきたいと思います。そして今回は PC 版最高設定でプレイしてます。で、動画の方は 4K でアップロードしてるので、皆さんあのね、ぜひね、YouTube の歯車マークから画質をね、最大に上げてぜひ見てほしい。このグラフィックを本当に体感してほしいので、よろしくお願いします。さあ、ムービーはまあ、なるべく喋らずいこうかな。ちょっとね、最初だけ、軽くテストでプレイしました。さあ、シリーズおなじみのゴーストさんですね。はい、始まりました。皆さん、ムービーではありません。いやー、僕ね、これ見た時ほんと最初感動した。やっぱ動画で見た時もすごいなって思ったけど、実際に見てみるとほんとすごい。ちなみに僕はゲームプレイの方は 2K でプレイしてるんだけど、本当にね、もうできれば皆さんね、なるべく解像度上げてプレイしてほしいんだよね。もう実写やん、これ。もうほぼ実写だよね、これ。伝わるかな？動画だとちょっと迫力落ちるかもしれないけど、もう僕の見てる画面、実際にプレイしてる画面、もう実写っすよ、これもう。皆さん、ゲームはここまで来ました。やつの姿を確認できるか。僕これもう棒立ちだけど絶対見えてるよね。ここ伏せた方がいいよな。本作は開発費が僕の調べた中だと430億円、アベンジャーズのエンドゲームぐらいの開発費がかかってます、このゲーム。ちょっと信じられんよね。さあ、これからその VIP の方に向けてミサイルを開幕、いきなりミサイルを撃とうとしてます。あーあーああ、これなんてミサイルなんだろう。さあ、ターゲット、操作、いや、操作設定はこのままでいい。もうこれさ、完全にさ、映画見た人だったら分かると思うんだけど、トップガン、トップガン、開幕トップガンですよ、皆さん、これ。トップガンのあのミッション。ミサイルだけどね、操作してんのは。3、2、1。3、2、1。暗殺完了。ダイナミック暗殺。いいんでしょうか。はい、モダンフェア2ということで。すごいスタートだったな、本当に。ジェネラル・シェパード。I know that look. Are we at war? You would be the first to know, sir. Damn right, I would. すごいな、この肌。肌の感じすごいな。今完全に今ドラマ見てる。無言で今ドラマ見てる気分でしたね。ハッサンを、ハッサンさんを生け捕りにしろ。うん、シンプル。お、野戦ですね。いざとなったら生死は問わん。あ、殺してもいいと。かっこいい。映画じゃん、なんかもう。ほんとね、COD のキャンペーンは操作できる映画ですよ、皆さん、ほんとに。始まってる、これ。暗視ゴーグルをしよう。
2発目が来たぞ。フレア、うわ当たった。味方のヘリが落ちちゃいましたね。今ここまで OK です。了解。これはいきなり作戦がちょっと大変なことになりましたね。ゴースト、We need to secure that crash site now. First we clear first sun. That takes the heat off. Then we secure the crash site. 味方を助けるんじゃなくて、まず目標のハッサンさんをぶっ倒しに行くと、まあ、そうすれば味方の攻撃もまあ大丈夫だろうっていう感じですけど、その前に味方やられちゃうんじゃないかな。うわ、すごいな、この緊張感。いいですか撃って。聞きながら撃ってますけど、よかった。チェックポイント大丈夫だったみたいです。ムームー突入、ナイス。サイレンサーはつけてないんだね。あ、武器がいっぱいある。あれあれヒューマンですか。なんか今までのキャンペーンはあのヒット音みたいなのしなかったけど、今作は敵に当たったら音が聞こえるね、ちゃんと。ちゃんと。あぶれ、くれ。あ、これちょっと消した方がいい。ゴーストさんでした。よかった。ベテランだったら多分ミッション失敗だったような気がする。これ、ん？あ！あ、動けるんや。フラッシュ投擲。OK、突入。クリア。ちゃんと小物もあれですね。それぞれ違う壊れ方するね。ああ、よかった。味方か敵か分かんなかったけど、撃ちました。いいんだろうか、それで。あーあ、プティ。致命傷ですんだな。いや、ゴースト、We're secure. ネガティブオンハサン。いや、僕撃ってない、僕撃ってない。救出のために、落下地点に向かう。墜落地点ですね。すごいな、この炎の感じ。大体ね、キャンペーンはね、グラフィックのね、進化を体感するために、こう、大体夜が多いんだよね、最初。見てください、この炎の感じとか。あ、敵が来た？あれか、あれ敵か。銃を固定。狙え。撃っていいですか？撃ちます。撃ちますよ。めちゃくちゃいるな。撃っちゃったけど。当たってる当たってる。うわっ、ブッシー！ RPG 食らった。あ、弾だ。いいんだ。ここで耐えていいんだ。そう、EBR 捨てちゃったから。スコープついてた方がよかったな。まあでも M16 遠距離も狙いやすい。右レーン来てる。切り替えて武器を。 OK。 センサーマインがある。うわ、すごい血の飛び方すごいな。センサーマイン。あ、こっちまで来るか分かんないけど、敵はやったか。 OK、 クリア。リロードオンも素晴らしい。これノーマルなんだけど、レギュラーモードなんだけど、普通に結構いいダメージ食らうな。油断してたら普通に、うわ、やられそう。物陰に隠れられたか。オッケー、カット。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。味方さん当ててます？当ててる？僕がほとんど倒してないか？これ。見たい！ヘリだ、ヘリだ、ヘリガンだ、ヘリガンだ、ヘリガン来てくれた。うわすっげえ。やばいな、ゲームなのに緊張するな。なんだこれ。うわっ！危ねえ！え？
pick it up and get to work. え、スナイパー。Take out the shooter. どこ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 。やつらにはナイトビジョンがある。Sniper down. おお、うまい。屋上まだいる。あいつレーザーサイト出ちゃってるから、やばい、伏せないと。ちょ、味方は今縦にしながらこう戦いましょう。ちょっとごめんね、縦に使わせてもらうよ。ちょ、邪魔だな。OK、うまい。こっち取らな。COD15 年以上やってますから。競技シーンでもやってますから。そうだね、ショットガンに切り替えよう、ここは。ハッサンの声が聞こえるけど。あ、僕の、出番じゃなかったっぽいです。イベントじゃなかったっぽいです。うん、やっぱ、ビデオだ。確かに、ハッサンがいないなら何を守ってたのか。まあ、単純に時間稼ぎとかじゃないのかな。なんかあるのかな。中から物音がしてる。怖っ。あっ、あ、ライトがついたんだ。あれか、敵。え、めちゃくちゃ硬い。アーマー着てる。初めてだ、このアーマー付きの敵が出てきたの。勝って、やばい、なんだこれ。クソ硬いやん。ヘッドショット狙った方がいいか。ウォーゾーンのあのアーマーっぽい感じ。プレート着てるね。え、すごい、なんか、倒しきらない敵は、ああいう風にラストスタンドみたいにハンドガンで、応戦してくるんだね。はい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 。Alright, clear the room. あれ？ですね、僕ですね、ムービー最後スキップしてました。なんかまあドア開けたら、ミサイルがあった感じですね。急にすごい楽しい音楽になってきたよ。 Bravo 6 to what you want. Position at the cafe. To the table. え、プライスタイがカフェしてる。かわいい。帽子変えてるタイ。あ、やっぱりいつもの帽子は戦闘用なんだね、あれね。え？実写やん。これさ、ここのクリップ、ツイッターでグラフィックやべえっていうね、海外のツイート見たんだけど、ね、もちろんツイッターの画質だったから、そんなにね、よくいいもんじゃないんだけどさ、え？グラフィックやば。すっごいなこれ。皆さん、これゲームですよ、ゲーム。え、実写じゃん。水の反射。あ、鳥さんとヒューマン、めちゃくちゃ胸板厚。背中ゴリゴリやな、あの人。絶対一般人やないやろ。あ、これちょっとあれだね、ほら、雨降った後ちょっと地面がほらほら水たまりうっすら残ってる状態。もうこのさ、グラフィックのなんか観光ゲーム出してほしい、このまま。あ、武器は隠しておいて。はいはいはい。すごい大胆にいくね。あ、No painting。 わー、すごい観光、もう観光の気分。あ、何ですか、ごめん、聞いてなかった、何も。なんて音を立てずに仕留めろ。え、あれを？え、ここで？こんなに人いるのに？音を立てずにですからね。おい、やんのか、やんのか、おいおい、お前カルテルやろ。俺のパンチ。おお、いいですね。おい、too many, huh? Guards down, clear.いや、もうがっつり見られましたけど。あ、ここは何屋さんだろう。入れちゃう、入れちゃう。おお、いらっしゃいませ。タトゥーショップだ、タトゥーショップ。ライスタイがカフェしてる。何ですか、何だこれ。デコイ、あ、デコイか。
デコイもらってきたよ。投げるんじゃなくて仕掛けるんでした。はいはい、ゴーナン。わ、来たな。今ツインワンしなかった。え、うますぎ。めちゃくちゃ見てる、めちゃくちゃ見てる僕のことを。タイ、おい、タイ、ちょっとタイバレてるじゃないですか。これもタイのせいで死んだでしょ僕今。そっちに向かうって言って、はい、タイバレてます。結局バレてるやん。ああ、何してんのほんま。これ成功なんですかね、タイ。ナイスワークじゃなくて、これは全員多分撃っていいよね。民間人じゃないの、カルテルだよね全員。え、あ、出た、シールド、シールド持ってきた。これはもうセムテックスやろう。グレネードさ、グレネードランチャーもある。ほい、ほい、もう煙すごいリアル。ほい、うわー、綺麗。いいっすね先輩、めっちゃ観光観光。うわ、スナイパーもう無理だろこれ。あ、ロドリゲス食らってます。食らいながら進んでます。大将、先輩、先輩助けて。あ、スナイパーやったのか今の。今の神業だって言うけど2発ほど食らいました。あ、え、これすごい。あ、あれだ、水、あの川の流れで勝手に移動しちゃう。これ、これグレ使っちゃおう。すごい片手打ちしてるゴーストが。わー、綺麗だな。見てる場合じゃないんだけど。はい、というわけでお疲れ様でした。今回 PC 版最高設定でプレイしたんですけども、いかがだったでしょうか。今後はね、このモダン2のキャンペーン動画は全編上げることあんましないかなと思います。まあ僕の本業がマルチプレイってこともあるんですけど、やっぱりね、皆さんご自身でプレイしてほしいっていう気持ちがかなり強いので、まあ生放送でこう最高難易度に挑戦みたいな感じで全編やるかもしれません。まあとりあえずパート1はこうハイライトというか、ちょっとカット気味で、ね、ストーリーはあまり詳細は語らずに動画を上げてみました。というわけで本作は28日発売です。キャンペーンともちろんそのマルチプレイヤーがね、28日にリリースされます。僕のチャンネルではその28日以降はもうがっつりマルチプレイヤーガンガン上げて、で来月にそのこのゲームのバトラーモードのウォーゾーンがリリースされるので、そちらもガンガンやっていく予定です。よかったらチャンネル登録事前によろしくお願いします。グッドボタンも忘れずに。お疲れ様でした。You'd show me your art. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Out in the sun. Hoping when it's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance all night long till the lights come on.